散った後の桜がとても冷たくされるように、誰にも心の片隅に見せたくはないものがあるよね。だけど人を愛したら誰でも心の扉を閉め忘れては傷つき、そして傷つけて生き返すことのできない人生に気がつく。優しかった恋人たちを振り返るのはやめよう。時の流れを背中で感じて、夕焼けに涙すればいい。優しかった恋人たちよ、ささやかなこの人生を、喜びとか悲しみとか